立憲民主党の池田真希です。よろしくお願いいたします。まずデータのことからなんですが、やはり9000件のうちおかしなデータを除いてですね、加藤大臣もこれ16日の答弁で、長妻委員の質疑の時にですけれども、まあ、一定のおかしなデータは除いたから、まあ、前進があったというふうにお話をされています。でもその中でやっぱりおかしいというデータが今先ほどあったわけですから、これはもう一度データをきちっと出していただきたいと思います。で先ほど、まあ、月曜日にというお話がございましたけれども、月曜日に出していただくのは もちろん時間が早くということで午前中お願いしたいこと、それとあとエクセルの方でいただきたいと思います。そして、先ほどの答弁でもですね、まあ、皆さん方がチェックしやすいだろうから見ていただくためにはですね、なんだ全部出した方がいいというご答弁がありましたけれども、いや私たちが見ていただくというよりはそもそもそちらでチェックをすべきものだと私は思いますので、そのおかしいデータについて印をつけていただきたい、この2点をですねお願いしたいと思います。エクセルでその前回同様の CD-ROM とでの渡し方、それとあとはおかしいところにデータをつけてここ直しましたよというところを印を必ずつけて、提出をいただきたいと思います。これご協議をお願いしたいと思います。はい、委員長にお願い。じゃあ大臣、じゃあお願いします。加藤厚生労働大臣。そのエクセルとかちょっとその辺の細かく前回どういう形で出させたか分かりませんが、今確認ちょっと耳元で聞いたら前回もそういう何ですか、その データの形で紙じゃなくてお渡しをしているというんで、それは踏襲させていただきたいと思います。それからおかしなところのマーキングっていうのはあれですけど、ご指摘のあった番号のところが分かるようにとかですね、そういった意味ですか。違います、はい、委員長。池田真希君。それはこちらがチェックしたところですので、まずそちらがその今精査をしたと言っているものの中でおかしいところをチェックしていただきたいと思います。加藤厚生労働大臣。そうそう、ですから私どもが今持っている9000なにがしのデータはお示しをさせていただいたこのなんていうかな、チェックリストっていうかな、それでふるっておかしくないものを残しているということでございますので、それを出させていただきたいと思います。委員おっしゃってる、その外いた900いくつのやつをとおっしゃってるんですか。池田真希君。池田真希君。池田真希君。委員長。おかしいところのデータをチェックしていただきたい、マーキングしていただければいいです。どこを変えたかっていうことを分かるようにしていただきたいと思います。加藤厚生補正したところです。補正したところです。変わってない。多分委員のご質問は今9000何がしが残りますよね。でそれの、まあ、使用前と使用でごめんなさい、精査前と精査後を加えて移動があるところを分かるようにしてくれと、こういう趣旨ですか。はい、あ、すみません。池田真希君。すみません、今ここで大臣が作業されている大臣ではないので、私はですね委員長にお願いをしてこの質問については終了させていただきたいんです。補正したところに、チェックしていただくということは何も難しいことではありませんので、午後理事会で協議をお願いしたいと思います。はい、で委員長、午後理事会で協議します。はい、池田真希君。はい、私の方で質問させていただきますが、今日おいでいただきましてありがとうございます。原審議官の方においでいただきました。まずですね、ご質問の方ですけれども、5月16日に、家族の会の方々が安倍総理に面会依頼をされています。で安倍事務所に申し入れをした、そしてあと福島みずほ参議院議員の方の事務所でも、申し入れですね、面会の申し入れをされています。で私も昨日ですけれども参議院の厚生労働委員会を拝見をしておりました。でその中でのご答弁、原審議官の中では、官邸で受理をしたというふうに伺っておりますが、そこについて間違いがないでしょうか。まず確認をさせてください。
原内閣官房内閣審議官。お答え申し上げます。ご指摘の面談のご依頼につきましては5月16日の21時過ぎにいただいたところでございます。官邸として組織として受理をさせていただいているところでございます。官邸にも届いているということでございます。はい、委員長。池田真紀君。はい、そうしましたらまずそれは総理のお耳にはきちんと報告といいますか入っているのでしょうか。原内閣審議官。お答え申し上げます。官邸として組織として、受理をさせていただいているというところでございます。全国過労死を考える家族の会の声には政府として十分に受け止めたいと存じます。はい、委員長。池田真紀君。あ、委員長。池田真紀君。はい、今受理の話は最初の質問で確認できましたので今私が質問しているのは安倍総理に報告をしているのかっていうことです。原内閣審議官。繰り返しでございますが組織として官邸として受理をさせていただいているということでございます。池田真紀君。池田真紀君。止めてください。
即興起こしてください。原内閣審議官お答え申し上げます。関係しているところには渡っているようにしてございますが、ご指摘のように総理そのものに確実に伝わっているかというところは確認してございません。委員長、池田真紀君。関係しているところというのはどこの部署でどなたのことでしょうか。原内閣審議官。今指名したんだ。原内閣審議官、答弁願います。総理室でございます。池田真紀君。はい、家族会に、今の現状、要はお返事もしていないということですよね。総理にも伝わっていない。で、組織として受理をされているということでございますけれども、今日資料につけました資料6のページ、面談のご依頼文です。この文言を読んでなぜ報告してないんでしょうか。ここにですね、中断からですが、過労死で愛する家族を失って、自国の苦しみを味わうのは私たちだけでたくさんです。で、過労死防止のために私たちは全人生をかけて活動しております。今どういう局面にあるのか想像がつきますよね。そして、私たちの声を直接お聞きいただきたく面談を切にお願いを申し上げます。5月の22日までにお時間を頂戴できればとあります。このような依頼を受けて止めているということなんでしょうか。総理にはいつ耳に入るのでしょうか。原内閣審議官お答え申し上げます。家族会の皆様の声は政府として十分に受け止めさせていただきたいと存じております。いただきましたことについてはどのように回答するかも含めて早急に考えてまいりたいと、このように思ってございます。はい、池田真紀君。今考えてまいりますって言いましたけれども、総理が考えるのではなくて審議官がお考えになるんですか。総理に会いたいということを総理に伝えないで、報告もしないで、確認もしないで、組織として審議官の段階で握りつぶすんですか。原内閣審議官お答え申し上げます。私のところということではございませんで、組織として受け止めさせていただきましたので、それで全体として相談してしっかりと対応してまいりたいと、このように思ってございます。委員長、池田真紀君。即刻の対応が私は必要だと思います。そして昨日の答弁で厚労省の管轄だからという答弁をされていました。もう一度確認させていただきますけれども、総理に報告をして面会をセッティングする予定ですか。それとも昨日の答弁のように、本来これは基本的には厚労省の分野だからということで厚労大臣に返すんですか。原内閣審議官お答え申し上げます。繰り返しでございますが、全国過労死を考える家族の会の皆様の声は十分に受け止めさせていただきたいと存じます。その上で、所管であります厚生労働省において基本的にはしっかりとご対応いただきたいと考えてございます。池田真紀君。とてもおかしいと思います。まずこの働き方改革は総理の肝入りの法案ですよね。今国会何が何でも通すと。そして施政法演説、昨日福島みずほ参議院議員も話をしていましたけれども、今日は資料もつけています。資料をご覧ください。ですね、資料の8ですけれども、きちっと
しっかりと結果を生み出す働き方改革を皆さんと共に進めていくと言ってるわけですよね。そして新聞報道でもありました、高橋まつりさんのお母さんとお会いした時の、これは資料7についてますけれども、安倍総理はですよ、涙ぐみながら聞いて、そういうふうに聞いていたということは、これは非常に不誠実ではないでしょうか。で、高橋まつりさんのお母さんとは面会をして、そしてこの二度と悲劇を繰り返さないと強い決意で長時間労働の是正に取り組むと、こう言ってるから総理に会いたいんですよ。なのに総理に会わせないつもりですか。もう一度ご家族に対してのレスポンス、そして総理に面会をきちっと保証していただけるのかどうか、その検討も含めてご回答いただきたいと思います。原内閣審議官。レスポンスにつきましては早急に対応してまいりたいと思っております。それから対応につきましては、政府として、ご家族の皆様のお声は十分に受け止めたいと存じております。その上で基本的に所管の厚生労働省において対応いただくべきものと、このように考えてございます。委員長。池田真紀君。合わせないような口実にしか私には聞こえません。これは即刻報告すべき問題ですよ。そして担当の厚生労働大臣加藤大臣には、このご家族の方とはお会いしてますよね。家族会の皆さんとお会いしていると思います。そして16日の、この厚生労働委員会の中でも、加藤大臣は懇談されたと。そして委員長、この時のですね、十数人の方が来られている。で、その大まかな概要をぜひですね、この翌日の理事懇に提出してくださいと。あ、出てますよ。あ、すいません。あ、じゃあちょっとこちらの方で今いただきます。で、要するにですね、加藤大臣と会ったけれども、コープロ、要はコードプロフェッショナル制度を削除とか、その要望がきちっとですね、この委員会を通しても進められないと。それです、安倍総理にお願いをしたいということな、面会のお願いなわけです。ですからこれはきちっとですね、今日必ずすぐにでも報告をして、そしてご家族へのレスポンス、今日金曜日ですよ、22日までということであれば、月曜日にお返事をするとか、月曜日に報告をするなんてありえないと思います。今日必ず報告をして、ご家族の会の方へ、ご返答をいただきたいと思います。現在のところというような返答の仕方もありじゃないですか。そのお約束をさせていただきたいと思います。いかがでしょうか。原内閣審議官。早急に、それから今ご指摘いただいても含めまして、早急に対応したいと、このように思ってございます。はい、池田真紀君。はい、よろしくお願いいたします。非常に、これはですね、このままずるずるとするわけにはいきませんので、きちっと今日中に対応をお願いしたいと思います。そしてですね、受理という言葉の重みをですね、きちっと行政ですから受け止めていただきたいと思います。受理をした上でですよ、組織的な判断で厚労大臣に返す、厚労省と話をしてください。これだけは絶対ないようにしていただきたいと思います。そして次になりますけれども、加藤大臣の、方ですが、今日今紙をいただきましたけれども、お会いしてですよ、この前、16日に配られた12名のこの推進するような、コードプロフェッショナル制度を推進するようなね、ことが書いてあることとは全く違うご家族の方たちからのお話だったと思います。そのことを聞いてですけれども、改めて伺いますが、コードプロフェッショナルを入れたままの法案をですね、このまま進めようというのは、ご家族の方たち、会の方たちの言葉を聞いてもそう思ってらっしゃるということでしょうか。加藤厚生労働大臣。昨年11月8日のに開催されました過労死と防止対策推進シンポジウムの際には、5名のご遺族の体験談を伺い、
また今委員ご指摘ありました、今年の2月の23日過労死された方々のご遺族、また過重な労働の中で心身の健康を損なった方々から直接お話を伺ったところであります。まあ、その思いについては前回も申し上げましたので、詳細は省かせていただきますけれども、いかにその家族過労死というものがご家族にとって、あるいは過労に伴うその労働によって心身の健康が損なうということはご本人にとってどれほど重いものか、そのことはしっかりと受け止めさせていただいたところでございます。まあ、その上で今回の中でも、罰則付き長時間労働のですね、ごめんなさい、長時間労働の罰則付きの上限をつけ、時間外労働につける等ですね、そうした長時間労働の是正に向けての内容も盛り込ませていただいておりまして、まあ、そういったものをしっかり進めさせていただきたいというふうに思っておりますし、また同時に高度プロフェッショナル制度についてはこうした現在の第四次産業革命あるいはグローバル化、まあ、こうした中でですね、より高い付加価値を生み出していく経済、まあ、こういったことが求められ、またそうした経済の中においては、まさにこの付加価値イノベーションや高付加価値を担う高度専門職の方々がですね、その意欲や能力を発揮をしていただく、こういったことが求められている。またそのことがですね、我が国の産業社会の発展あるいはこれからに向けての雇用の確保にもつながっていく、まあ、こういう思い、そしてそれこそ、それぞれの状況に合わせた多様な働き方の選択肢を提供していく、まあ、そういった観点から今回高度プロフェッショナル制度も含めた法案を提出し、今ご審議をいただいているということでございます。はい、委員長。池田真紀君。上限の時間外管理とかは高度プロフェッショナルにはありませんよね。それとあと今日そのもう一度ですけれども、資料の、まあ、1番は先ほどの、葛飾委員のところでも出ておりましたけれども、おとといですね、記者発表されました過労死の若者のコメントが出ております、 SNS のですね。でそこで、資料3でございますが、ご遺族のコメントが載ってます。で今後息子と同じような犠牲者が出ないようにということですね。で若い時は二度とないから休日もきちっと取れてリフレッシュできる時間を若い人たちに作ってほしいと。先ほどの答弁は産業だ革命だとか、どちらかというとですね、労働者の保護をする、命を守る厚労大臣の答弁とは私は聞こえませんでした。そしてコープロ法案を削除してくれというのも新聞等でも報道がされています。資料の5に、書いてありますけれども、家族会の方々はコープロは辞任が増える制度だと、これ以上悲しい遺族を増やさないでほしい。で、まあ、この先にも書かれていますけれども、佐戸宮さんのお母様はですね、労災申請さえも今度コープロではできなくなって、そして死人は増えても過労死は減るという事態が起こる、そして、まあ、死んでもですね、自己責任で片付けられ苦しむのは残された遺族だっていうふうに、いろんなところで、要望の声というのはコープロ削除してくださいっていうことを言ってるんですけれども、その言葉は全く大臣の声には心には届かないのでしょうか。加藤厚生労働大臣。お会いした時にもそういうお話も頂戴をいたしました。そうしたご懸念ということを我々は十分に受け止めなければならないと思います。ただ今回のコープロにはもうご承知のように業種について限定をし、そして収入要件、そして本人のしかも職務についての中身も決めた上で同意等々さまざまな要件を課し、その上で健康確保措置についてもですね、ルールを決めさせていただいている、こういったことをしっかり運用することによってですね、そうしたご懸念をできるだけ解消し、まあ、他方でこの高度プロフェッショナル制度によって生み出されるべきですね、より高い付加価値のある産業あるいはプロジェクト、そういったものを推進していく。そして先ほどその厚生労働大臣というお話がありました。厚生労働大臣として労働条件をしっかり確保し向上していく、これは大変大きな仕事であります。しかし他方で職業を確保していく、雇用を確保していくということも大きな仕事だというふうに思っております。そういった点についてよくバランスももちろん取りながらですね、遂行させていただきたいと思います。池田真紀君。職業の確保の中で命はなくなるような職業の確保は私はいらないと思います。ですので過労死のない職場をですね、目指していくというのが、ここで、政策議論をするものだと思います。そしてですね、要は
ご家族の会の方たちはこうやって今みたいな答弁でですね、まあ加藤大臣の答弁がそういう状況ですから前向きに受け止めてないと思われますよ。だから今回総理に会いたいと言ってるわけです。で総理にですね会いたいということをですね今最後まで言っていただいておりますので、ぜひその意味を伝えてください。原審議官、厚労大臣にはもうすでに終わってるんです。でも今みたいなやり取りが続くから、だから安倍総理が肝入りでやると言っている安倍総理に直接会いたい、直接生の声を届けたいと言ってるんです。これはぜひお願いをしたいと思います。原審議官一言お願いします。そしてですねこれ柳瀬さんっていう人はいろいろお会いしてるようじゃないですか。なんで何回も何回も会っておかしくないですか。それでなぜ今回はそんなに合わせないような口実ばかりをされているのですか。もう一度最後にお願いします。それから他の秘書官に言ってくださいみたいな話があればそういうところをご案内すべきだと思います。原内閣審議官お答え申し上げます。本日のご指摘について伝えるようにいたしたいと存じます。はい、池田真紀君。はい、ぜひよろしくお願いいたします。柳瀬秘書官のような方とぜひですねすぐに面会をしていただきたいと思います。それとですねもう一つ最後ですけれども、野村不動産の話が先ほどからありました。そして、加藤厚労大臣もこれから徹底する是正する、長時間労働の是正とか言っておりましたけれども指導監督の方法に問題があるというふうに、思います。今でさええー、おとといのそのデータの時の記者会見で、厚生労働省もですね、初めて調査をする労働基準監督の方もいたとか調査票の記入の今回のデータについても、徹底することができなかったいろんなことをおっしゃっています。で今回の、この野村不動産の部分でもですよ、この是正勧告をした、と言いながらですけれどもそれを見つけられなかった。でその後に東京労働局の方で特別指導を12月にしたというふうに言っていますけれどもこのやり方について個別的な案件ではご回答はいただけないというのはまあ分かりますけれどもただこの指導監督のあり方も見直さなければ安心はできないと思うんですね。ただでさえこんだけ見つけられてないわけですからそこをどうやって変えていく予定なんでしょうか。加藤厚生労働大臣。ご指摘のようにですね常に端緒を見つけ、そしてさまざまなまず情報を収集するという意味においては努力をしていく必要があります。それからそうした情報に基づいて、限られた人数でありますからそうした労働法制の違反が疑われるあるいは疑いが高い、そうした事業所を中心に監督指導に当たりそして監督指導に当たってはですね今さまざまな監督指導の手法もですね、ある意味では開発しながらあるいは今ご指摘のあったまだこの世界に入って、経験の浅い方には結構経験を積んでそして研修をしそしてその熟度を上げていただいて、より一層徹底したですね監督指導がなされるように研修も行っていかなきゃならないと思いますし、いずれにしても監督体制を、そういった質の面においても向上しそれから量的な面においてもですね指導監督官の増強を図るべくですね、これまでもやらせていただいておりますけれどもこれからもさらに努力をしていきたいと思います。はい、委員長。池田真紀君。ありがとうございます。ただですね、やはりこの高度プロフェッショナル制度からの、ね、残業時間というか労働時間も把握しないわけですからでその中で、高プロの場合を考えると能力のある人が好きな時間にできるとでも本当に1日分ある仕事ですよ。能力が高くって午前中だけで終わっちゃいます。じゃあその後帰れるかっていうと帰れる制度だとは言ってますけどねでも実際はできる人に仕事がバンバン来てですね、結局は過重負担になるのではないかということをみんな恐れてるわけです。でここの過労死された方々のですね、SNS と配布資料もありますけれどもみんな頑張っちゃうんですよね。
頑張って頑張って優秀だから頑張って頑張って助けてと言えないんです。で今あの与党の方ではなんだかあの少し、修正案を出そうみたいなことが記事で報道されていますけれども、でもきちっとですね、ここはあのコープロの重みといいますか、非常に一度認めてしまうと後でやっぱりやめますっていうようなことが言えない仕組みです。今だってそういう状況ですから、今だって過労死をなくせてないわけですよ。だからこの辺は、まずはコードプロフェッショナルは、まず削除していただく。でそうでなければインターバル制度でですね、きちっと、時間を11時間と義務付けるとか、そのぐらいをあのしなければ全くあのこれは安心ができないと思います。別紙2をご覧いただければですね、これはあの29年の就労条件ですけど、インターバルの導入で現在で 1.4%、 そして、導入の予定はなく検討もしていないというのがこの、真緑ですよ。これが実態ですよ。こういう中でやはり、きちっとですね、労働時間を管理するということが私は、必要だというふうに、思っております。努力をするというふうに、おっしゃっておりますけれども、まずはこの佐戸宮さんのですねコメントの部分をご覧いただけるとです、ね、やっぱりあの自己責任っていう形で、終わらせてしまうということは絶対にあってはならないと思いますので、ぜひそこはお願いをしたいと思います。最後になりますけれども、コードプロフェッショナルの制度、あと健康管理時間との関係というふうに、ここはですねやり取りがずっと続いてしまいますので、もうやりませんけれども、過労死家族の会の方とお会いして、もう一度ですね、加藤大臣の中でこのコードプロフェッショナル制度が危険だなとか見直さなくてはいけないなとかっていうお気持ちはありませんか。あの本当に、加藤大臣 の、 あの心の中のですね、私はあのお聞きしたいなと思います。加藤厚生労働大臣。